高谷西地域センターの渋川と申します。当センターの主催講座影絵を楽しむ会による第3作目大山の刀鍛冶を発表いたします。八本松から瀬野へと抜ける旧山陽道の難所として知られた大山峠というところがあります。そこに伝わる昔話を影絵にしました。この作品は本来ならば3月26日に発表する予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため公演できなくなりました。その後も皆がマスクをし3密を避ける生活に変わってしまった中で、果たして公演していいものだろうかと皆で悩み抜いた末、今回はビデオで公開することにしました。本来ならば演じる者の息遣いやハプニングも含めてお客様と時間と空間を共有するのが演劇の魅力ではありますが、今回はそれができません。一から絵を描き、人形を作り、場面ごとの表現を考え、少ない人数で工夫に工夫を重ねた作品です。どうやって作ったんだろう、どのように操作しているんだろうというところを想像していただきながら見ていただけるとより楽しんでいただけると思います。それではどうぞご鑑賞ください。天狗たちがいつものように大山峠の林の中で遊んでいると、若者が一人通りかかりました。瞳の澄んだ凛々しい若者です。はて、見かけぬ若者じゃ。目がきれいじゃのう。よい若者じゃ。さて。天狗の一人が松の枝から音もなく飛び降り、老婆に姿を変えて木陰から若者に声をかけました。もしもし若者よ。突然現れた老婆に驚きながらも、若者は足を止めました。峠を越えるのに一休みしておった。一口水を恵んでくださらんか。若者は腰につけた竹筒の線を抜き、爽やかな笑顔で老婆に差し出しました。ああ、おいしいの。生き返った。ありがとう。老婆は竹筒を返しながら、若者の瞳を覗き込みました。
強い思いを秘めた瞳を。して、これからどこへ向かわれるのか？備前の国へ。備前の国とは、今の岡山県のことです。どこからおいでなすった？肥前の国です。肥前の国とは、今の佐賀県と長崎県のことです。なんと遠いところから。何故に？私は肥前の国の刀鍛冶なのですが、備前の国には刀鍛冶の名人がおられると聞きます。その名人に弟子入りし、自分の手で名刀を作り出すことが私の夢なのです。老婆は遠い道のりを一人で旅する若者の輝く瞳に強い信念を見ました。しばらく黙ってその瞳を見つめていましたが、ふと何かに気づいて視線をそらすと、懐から小さな白い石を取り出し、若者の手に握らせました。それは大山峠の石ころです。お守りじゃ。気をつけて行かれませ。若者は白い石を握りしめると、お礼を言って足早にその場を去りました。若者が大山峠を越え、向こうの山に行ったのを見届けてから、先ほどの天狗が言いました。いい若者なんじゃが、口惜しいの。なんじゃ、あの若者の瞳の中に何を見たんじゃ。天狗には先を見通す力があるのです。あの若者、備前にたどり着いても、弟子にはしてもらえぬ。ほう。どうじゃ、皆の者。あの若者を助けてやらんか。それがまたどうしてじゃ。志の火を消すには惜しい。あの者なら良い刀を作れる気がするのじゃ。しかし、どうやって助けるというのじゃ。天狗はしばらく考えていましたが、ポッと手を打って、高らかに言いました。ここを、この大山峠を、名刀が作れる土地にするのじゃ。あの若者ならば、きっと気づくはずじゃ。それは面白そうじゃ。うん、心得た。天狗たちは、松の枝からふわりと飛び降りると、うちわを仰いで大きな風を巻き起こしました。天狗たちは、アリンコになって土に潜り、水脈を探しました。澄み切った良質の水を探り当て、土の中から吹き上げ、清水を作りました。天狗たちは、象になって太い松を引き抜いてきて、清水の周りに埋め、松林を作りました。天狗たちはワシになって空を飛び、そのくちばしに鉄粉を含んで帰ってくると、大山峠の地に空から鉄粉をまきました。
これで刀作りに必要な澄んだ水と燃料になる木と鉄分を含んだ土が揃ったのです。長い道のりを経て備前の国にたどり着いた若者は、道行く人々に尋ねながら、やっとの思いで刀鍛冶の名人屋敷を探し当てました。しかし大きな塀に取り囲まれた屋敷は、中の様子を見ることができません。頼もう、頼もう、何度声をかけても人が出てくる気配もなければ、刀を打つ土の音すら聞くこともできないんです。頼もう、頼もう、やがて声も枯れ果て、若者は力なく座り込んでしまいました。遠路はるばるやってきたというのに、会うこともできないなんて。若者の目にうっすらと涙が浮かんだその時、懐に入れていた石が転がり出ました。大山峠で老婆にもらったあの石ころです。白かった石は砂利の上で不思議な紫色の光を放っていました。その石を見つめていると、徐々に不思議な力が湧いてくるのを感じました。弟子にならなくても自分の力で名人になればよいではないか。紫色に光る石を手に取ると、疲れ果てていた体に力がみなぎっていくのを感じます。戻ろう。そして、仕事のできる土地を探そう。ついて驚きの声を上げました。老婆に水を与えたあの場所に、清水が噴水のように湧いています。その周りには立派な松の木が生い茂り、土には鉄粉が光っているのです。美しい水だ。この松は良い炭になる。鉄粉を含んだ土がこんなにも輝いている。若者は紫色の石を握りしめました。この石をもらった場所が刀鍛冶にとって最高の場所だったのですから。若者は石を握った拳を振り上げると、大きな声で叫びました。私はこの峠で日本一の刀鍛冶になる。しかし、刀は一人では作れません。共に鉄を打つ連れが必要です。若者は大山峠に小屋を建てると、連れになってくれる人の訪れを待ちました。しかし、2日経っても3日経っても現れる気配がありません。それでも若者は連れの訪れを信じて待ち続けました。自分の力で刀を作るために。その様子を見た天狗たちは相談しました。せっかく自分の力で名人になろうとしているのに、連れがいないことには。どうじゃ、皆の者。我らで連れにならぬか。
なんじゃと？あの若者がどんな刀を作るのか、見とはないのか？ならば、我らで杖に化けるかの？それは面白い。連れを待って七日目の夜、今日も来なかったと肩を落としている若者のもとを訪れる者がありました。屈強な男どもが一度に七人の戸を叩き弟子にしてくれというのです。若者は驚き、また感動しました。ありがたい、よろしくお頼み申します。こうして若者は七日目にして共に鉄を打つ七人の連れを迎えることができたのです。寸天官、寸天官。鉄を打つ土の音が山に響き渡ります。寸天官、寸天官、寸天官、寸天官。来る日も来る日も、若者は連れと共に鉄を打ち続けました。寸天官、寸天官。数息が乱れたとき、打っていた刀が弾け飛び、近くの竹林へと落ちていきました。すると刀は、7本もの竹をものの見事に切り倒し、切っ先からは紫色の光が飛び散り、大きな岩の上に突き刺さりました。見事な名刀の誕生です。若者は駆け寄り、刀を引き抜きました。岩に刺さったのに、刃こぼれすらせず、紫色の美しい光を放っています。七人の弟子と心を一つにして作り上げた刀。若者の情熱と天狗の力が込められたこの刀は、長い年月を経ても、輝きを失わず、今の世でも不思議がられているということです。